いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手の最新情報をご紹介いたしますエンゼルスの元監督マドン氏水原一平氏が大谷翔平に気づかれずに講座アクセスありうるエンゼルスの元監督ジョーマドン氏が米メディアジアスレチックのポッドキャスト番組に出演し元通訳水原一平氏による大谷翔平選手の口座からの巨額窃盗疑惑について試験を述べた 初めて聞いたときは全く信じられなかった。記事を読んだり、いろいろと耳にしたりしたとき、私は何も信じたくなかったよ。一平が将平を裏切るなんて、全く理解できないし、想像できなかった。そして私は動揺したよ。心の底からこの全てのことに動揺したよ。今は憤っている、全てにおいてだ、と最初に受けた印象を明かした。エンゼルス監督時代、 大谷とのやり取りは水原氏を経由したものばかりだったという水原氏は翔平と私をつなぐ橋渡し役コネクションだっただから彼と私は良い関係だったとマドン氏大谷と水原氏の関係についてはベストフレンドであり分けることができないものだったと語ったさらに私たちは皆同じ価値観を持ちたいものだし翔平は一平の友人だっただから彼が正しい男を選んだと信用するものだ そして一平と話してみたら「ああなるほどなぜ彼らがあれだけ親密で翔平が一平のことを信頼しているのか分かったよ食い違いがあると考える理由すら一度もなかったと」と水原氏のことも完全に信用していた様子がうかがえる番組 MC のジェイソン・スターク氏から「水原氏が大谷の口座にアクセスし借金を払うことがありえたか?」という番組からの質問にはその関係の中ではありえたと思う。 そういうい支払いを代理人に気づかれずにできたかもしれないと述べたそれほど翔平は一平を頼っていた450万ドルなんて数字は想像もつかないが日々の支払いの一環でできたのではないかと話したマドン氏は大谷は決して富の装飾品への欲を示さなかったと語り派手な生活を好んでいないと主張大谷はドジャースと10年7億ドル 約1,050億円というスポーツ界で最も高額な契約を結んだしかし実際はその年俸の大半を繰り延べることを選択したのだ大谷に違法賭博の疑惑があることにマドン氏は彼は物欲が強い人間ではないそんなことはどうでもいいのに彼が掛け事でお金を増やそうと考えるわけがない翔平がそんなことに関わるなんてありえないことだと言及したまた私が理解できないのはこのような金額 450万ドルについてこれが正確な数字だとしたらエージェントが知らなかったという点だと語ったという大谷の代理人を務めるネズ・バレロ氏が知らなかったことが引っかかっている様子のマドン氏記事では大谷の財政事情に詳しい情報筋の話として代理人のネズ・バレロ氏は大谷の財務について一般的な知識を持っていると思われるが選手の口座は別の会計事務所が管理しているというとしている通訳の嘘のせいだった。 水原氏の違法賭博問題に米有名ジャーナリストが試験大谷翔平の訴えに思いいを信じたい大谷の専属通訳であった水原一平氏の違法賭博問題は一つの会見によって事態の収拾がついた感があるさる3月25日に大谷は本拠地ドジャースタジアムで記者会見を実施問題が調査中である都合もあり質疑応答のない一方的な内容にはなったものの僕自身 何かにかけたりスポーツイベントにかけたり頼んだこともないですし送金を依頼したこともありませんと大谷は主張とりわけ「嘘という単語を6度使い違法ブックメーカーとの黒い関係を否定した真相の解明は現在所在が不明になっている水原氏による新たな供述が待たれるだが行われた会見で大谷が理路整然と自身の考えと立場を語る様子は真摯そのものレギュラーシーズンに。 野球にに集中したた。いいいというなき思いもじみ出たメガスターの主張は全米でも大々的に報じられたそしてありとあらゆる記者から会見に対する意見が相次いだかねてから大谷を偉大と評する米ポッドキャスト番組「ザ・リッチ・アイゼン・ショー」のホストを務めるスポーツジャーナリストのリッチ・アイゼン氏は会見を受けての放送ではっきり言いたいと言いたいことがあるんだ翔平が言っている全てと 報道後にドジャースが発表したすべてを、私は信じたいと強調。大谷翔平名義の口座から6億円超のお金が違法賭博の胴元に渡ったという報道が、水原という通訳の嘘のせいだったと信じたいと訴えた。熱烈な思いを打ち明けた愛禅氏は、大谷を信じてやまない理由について、私は翔平を心の底から応援しているからだと告白。そして応援する理由は5万とあるとし、こう続けた。 彼は唯一無二の選手だ。彼のような野球人は見たことがない。そして、本当にナイスガイなんだ。NFL の試合で私と息子が昌平に会った数分間は素晴らしかった。あの時は通訳の水原もそこにいたけどね。とにかく私は昌平を信じたい。長年にわたってサポートを行ってきた水原氏の裏切り行為に対し、大谷は信頼していた方の過ちと表現。その胸中が複雑だったのは間違いない。 アイゼン氏の「翔平を信じる」という意見はそんな異彩の思いをおもんぱかってのものといえよ大谷翔平水原氏問題での声明に米有識者コリン・カワード氏から指示の声大金が口座から消えても気づかないことはある米スポーツ専門局 FOX ス,スポーツの番組「ザ・ハードでホストを務めるコリン・カワード氏のポッドキャスト番組でも議論が交わされた公式 YouTube で公開された動画によると フォックススポーツの番組「ファーストシング・ファースト」で司会を務める人気コメンテーターのニック・ライト氏は「私には奇妙な傾向があって口座にお金が入っていると分かっていても銀行のアプリを開くのが難しい頭の中に変な感覚があるんだもし私が誰かに金を盗まれたとしても数ヶ月間気づかない可能性はある」と持論を展開その上で私の個人的な意見としては」 お金を盗まれるのは運ががなかった場合が多い信じていた人が不誠実か問題を抱えていた場合だとした異国に来て自分のために通訳をしてくれる人以上に信頼できる人などいるだろうかどんな会話もその人物を通すのだから信頼せざるを得ないそんな人物に金を盗まれているなんて予想できないだろうもしその人物からお金を盗まれていると心配しなければいけない場合 全ての会話で嘘をついているのではないかと疑わなければいけなくなると大谷が水原氏の行動に疑問を持つのは難しい状況だったと指摘しただから数百万ドル紛失していることに大谷が気づかないことは十分にありうることだと思うと大谷の声明を信用する立場を取っている司会のコリン・カワード氏も大谷は被害者だと思うと同調している大谷翔平違法賭博疑惑は白が濃厚だ。 米弁護士ででもああるピッチング忍者がが見解真実ななければドジャースがあのような発言を許可しない大谷翔平ロサンゼルス・ドジャースは現地3月25日に開いた会見で元通訳水原一平氏をめぐる違法賭博スキャンダルへの関与を否定堂々と潔白を主張したことにより疑いが晴れたと米弁護士は見ているこれまで試合や練習での通訳はもちろんトレーニングパートナー さらには身の回りのサポート役に徹していた元相棒大谷が絶大の信頼を置いていたはずの水原氏はパートナーを裏切り勝手に大谷の口座にアクセスし違法ブックメーカーに送金していたようだ20日に水原氏の電撃解雇を受けて以来騒動に触れず淡々と過ごしてきた大谷だがついに「正直ショック」という言葉が正しいとは思いませんしそれ以上の言葉で表せないような感覚で。 この1週間過ごしてきたたと思いい口を開いたそして彼水原氏が僕の口座からお金を盗んでなおかつ僕の周りみんなに嘘をついていたと告白した上で「僕自身は何かにかけたりとか誰かに代わってスポーツイベントにかけたりとかそれをまた頼んだりということはないですし僕の口座からブックメーカーに対して誰かに送金を依頼したことも全くありません」と自身の無罪を主張した。 人の口座に勝手にアクセスしていたという事実はにわかに信じがたいようで会見後に疑念が残ったファンも多い弁護士の資格を持つ傍ら野球界ではピッチング忍者の愛称で名を馳せる投球分析家のロブ・フリードマン氏はもし窃盗され当局に協力するという発言が嘘であった場合告発した人に責任が生じる可能性がある名誉毀損侮辱罪などそして虚偽は当局が捜査をすれば かなり簡単に検証できることも多いと説明した上で大谷が白である可能性を強調した弁護士だってもし真実でなければ大谷にあのような発言を許可しないと思うもちろん100%ということはないけど状況を判断する際に考慮されているはずだ同事件の真相は果たして耳を疑う事象が生じたからこそ背番号17の言葉を受け入れるのにも時間がかかりそうだ 最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。